クオリティスタート賞は柳選手へ、アサヒビールから50周年を迎える名古屋工場より出来たてのアサヒスーパードライ缶1ケース、ドラゴンズのナイスプレー賞は石井戸選手へ、静岡クラウンメロン支所からとろける美味しさ静岡クラウンメロン、またこの試合ではドラゴンズステーション東海ラジオ初マイタースペシャルのテレビスポンサー、木の恵み岡村、ポリネパルクリーム、ジャパンホームランド、スターキャット光、甲州建設、 WRC フォーラムエンド、ラリージャパンの開催地豊田市、愛称連 JA 山越市、CBC 自動車学校、総合ビルサービスの内製、ジュジュグループ、以上の会社からドラゴンズの柳選手に担当賞の贈呈をします。パオロ、お客様にご案内します。